稲姫は沼田城から正幸幸村親子を撃退。同時に行われていた関ヶ原の決戦も家康率いる東軍が勝利した。正幸親子は忠勝の取りなしで命を許され、紀伊の九度山に流された。その後家康は征夷大将軍となる。だが徳川の世を良しとしない豊臣家は幸村ら将兵を集め大阪城に立てこもった。乱世の終結と幸村の志をこの目で。大阪城を包囲する徳川軍に参陣した稲姫はただまっすぐに前だけを見つめていた。なぜモノノフは戦うの？ただモノノフの意地貫くため。第5は大阪の陣。稲、力の限り参ります。戦国乱世、この一戦にて終わらせるのだ。よし、敵を十分に引きつけて打ち勝てよ。攻撃開始。場外に展開する敵将を排除します。進め、真田丸を奪うのだ。真田丸、あそこで幸村は戦っているの。参ります。クラッチモノ、稲を成敗しました。貴様の武功、この政宗が見届けた。このままでは拉致が開かないよ。俺が押します。守りを固めろ。正宗様の前に新手の敵が加勢します。怒られそうだ。
全力でお相手しよう。礼は言う。参りますか。この先の力添えは無用じゃ。負けられぬよ。強がりは二の次にしてください。俺はここまでか。なんとか真田丸を落とさなきゃ。雪村様のために。守りを固めろ。あなたまで雪村に付き合うことない。今雪村様にも私にも心があるんだよ。守りたいのは譲れないもののために戦うの。忍者には命も名も無用。忍の一字あるのに。フラチモノ、イナが成敗しました。見事な武者ぶりよ。
成敗しました。雪村、あれは、これが戦国最後の戦なのです。ダメよ、参ります。あー、近い。でも、あなたを止める。お見事。稲葉、もがん精進します。貫きます。負けはしません。参ります。Yeah.
らい、モノノフとして当然です。フラチモノ、イナが成敗しました。入ります。進め。私は秀吉の子、この上は誇りを胸に果てるまで。入ります。
なにわの露とついえるか。討ち死に開門、行くぞ。もはや大阪城の名水は尽きた。もののふ、真田の戦を天下に示すまで、家康この首、我が槍でもらい受ける。守りを固めろ。わけにはいかない。進め、行くぞ。イナチン、雪村様の邪魔をしないで。姉上の意地なのです。勝負です。姉上、これでお別れです。雪村、戦の修羅、常は花でありたいものです。戦場に残されていたのはあなたの槍だけ。あなたはどこかで生きている。そんな気がしてならない。だから私は生きて
真田の家を守っていきます。あなたが帰ってきた時に笑顔で迎えられるように。